全然わかんないわ。全然わかんない。うん。ここでどうだろうな。フェスの中、気配気づく？いや、全く。ハラミントフェスから今すぐ原宿に来てくれってことで、ハイエース助手席。皆さんこんにちは、ハラミントフェスと坂田です。今日はマックスのラインにドッキリ仕掛けていきましょう。ありがとうございます。坂田さんをお迎えしまして、上司のマックスのラインにドッキリを仕掛けていきたいと思いますけれども、駐車場です。おー、はい、珍しいね。ハイエースを坂田さんがハイエース借りてきてくれまして、今日はこのね、ハイエースにちなんだドッキリをしていきたいと思いますけども、アップバンクは新宿にあるんですけど、もう一個ユーリンヤンという店舗が原宿にありまして、でその原宿とのこの倉庫との荷物のやり取りで、今日はガチで坂田さんにこのハイエースをね、普通にあの、はい、荷物運びに使ってる。そうですよね、うん、で原宿から今本社の新宿に坂田さんが荷物を持ってきたんですよ。で今この駐車場にハイエースが止まっております。でこの隙でちょっとマックスマラインドッキリをしたいなと、うん、せっかくハイエースがあるわけですね。そうだよね、はい、でどういうドッキリをしていくかというと、マックス村井チャンネルでも、まあ、何回かやっている、いるはずのないところに部下がいるし、いるはずのないところに部下がいるシリーズということで、以前にも旅先にいるはずのない我々がいたりとか、はい、まあ、いろいろやったじゃないですか。それのハイエース版です。ハイエース版いるはずのない部下がもしも車の中にいたらというドッキリ。今日は我々はまあいない予定というか、まだ会ってないんで、はい、出社してないと思ってるので、はい、我々はいるはずじゃないですよ、新宿に。そうね、その隙をついてね、やっていきたいと思いますけども、うん、どういう風にやるかというと、この後予定がマックスマラに入ってますと、その予定は、まあ、撮影ですということを坂田さんからマックスマラに伝えてもらいます。で撮影なんですけれども、あの2人ハラミンとフェスには原宿に連れてきてくれと言われておりますと坂田さんから村井さんに伝えてもらいます、はい、なので車でお連れしますと、連れてこいと言われてると、なので乗ってくれということで坂田さんに、村井さんをこの車に乗せます。助手席に座らせます。で乗せた後に坂田さんが、あちょっと忘れ物しましたっつって、ちょっと本社に舞い戻った隙に、うん、俺が後部座席なのかこの後ろに乗ってて、顔をこうやって出して怖で気づくのかという、うん、そういうドッキリ。怖いね、めっちゃ怖いよ、めっちゃ怖い、いやめっちゃ怖い。どうします、このハイエース見てみます。あ、そうだ、中どうなってるのか見たい。はい、バン、はい、おでかいよねハイエースってね。ここに村井さん乗せて、はい、で実際にハラミンがいるのが、俺は、まあ、最初この裏にいようと思う。ああ、なるほどね。この辺かな。前だとさすがにバレるもんね。そっちからこう乗る感じの視点でちょっとフェスは撮ってください。じゃあでもうここ行きますもんね。そういう視点で行きますもんね。いやここを確認しないと思うけど、いなくね。けどマックス村井だよ。なんか本当になんか私後ろ乗るとかなんか言い出しそうっすもんね。だよ。助手席に座った、はい、で振り向いたとしても、あ、全然わかんないわ。全然わかんない。うん。ここでどうだろうな。フェスの中気配気づく？いや全く。動いてる音とか、はい、揺れとかで、はい、ワンチャン、ワンチャンね、おかしいなってなる可能性はある。どうまず、はい、そこにいたらめっちゃ怖いっていうのは怖い、はい、けど、はい、車体が思ったより揺れるかもしれない。あ、動いてる時着てた雰囲気あった？あったあった。もっと慎重に動かないといけないかもしれない。ここ、最初からここにいたらダメ？まあ外側からだと、まあ反射もあって分かんないね。中乗った場合は、はい、あ、いやでも、いや見ないと思う。もっとあの頭低くした、あ、うん、あ、これだったら分かんないわ。よほど、うん、こう振り向いて覗き込まない限りは見えないと思う。じゃあ後ろか。後ろだ。後ろで振動を与えないように、うん、サスケだ。まず後ろから覗き込んで、だんだん前に。はい、ということでフェスさん、はい、ちょっと話し合って相当ね、坂田さんがなんとかこっちから連れてきてもらう。後部座席に乗るってことだよね。俺がね、俺もここにいる。後ろじゃなくて後部座席で、うん、ここにいて、はい、でここに隠れてると向こうから来られるとこの角度で見えちゃうんで、こっちから来てもらわなきゃいけないんですよ。うまく誘導する。そうで坂田さんがうまいことこう回って連れてきてもらってってことですね。オッケー、オッケー。俺もちょっとうまいこと目立たないところに隠れとくわ、はい、よし行こう行こう。さあ行くぞ。
村井さん。はい。ハラミンプレスから今すぐ原宿に来てくれってことで、ああ車を回してありますので、一緒に原宿に行きましょう。荷物持ってください。やだけど偶然 T シャツ参ります。いやもうなんでふざけんなよ。行きましょう。よいしょ。暑いですね。汗だくです。汗だくですか。全然別に電車でもいいんだけど。いや、準備してあります。準備してある。ハイエース、助手席。ああ、はい。はい。これ？はい、じゃあそうですね。お待ちください。私も今乗ります。私本社荷物取ってきますんで、ちょっと待っててください。いかんの。村井さん、原宿にいるんじゃなかったのかよ。あれ村井さん、どこにいたのよ、あなた。ぬるっと気づくな、こういう時。この間ゴージャスされた時以来ぬるっと気づくじゃないか。マックス村井で、人は本当にびっくりしたらこうなるんですよ。ぬるっとぬるっとになりますね、村井さんね。そうなんですか。どこで気づいたんですか。どこで気づいた。佐賀さん全然来なかった。佐賀さんに電話して、佐賀さん全然来なかった。はい、電話して。すいません。でも落ち着いてるから普通に漫画読んでてさ。読んでましたね。俺も読んでました。弱い、一緒かい。いや、じゃあ一緒に読んでたんで、一緒の。一緒に読んでたのよ。と同じ漫画の読んでて。読んでて、全然来ないじゃないかと思って。もしもし、かなでちゃんみたいな感じで電話して。
はーいって言って、うーんつって、うーんって、もう人とかよく歩いてるわけで、うーんってしたら、ぬるっとね、ぬるっとね。二人は原宿にいるんじゃないの？二人は新宿にいる。原宿にいろよ。ハイエースを借りたんで、まあこういうドッキリをやってみたよ。まあ、ね、きっとね、はい、せっかくの機会なんで。そうだね、はい、一石二鳥で使いたいと。そうそう、使いたいということでございました。はい、ということでリアルなリアクションが見れたという意味では大成功ということでございました。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったよという方、ぜひともチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ということで皆さん、はい、また次のドッキリでお会いしましょう。さよなら。原宿ユーリニアンでアルバイト大募集中。概要欄のリンクからぜひともご応募お待ちしております。原宿で一緒に働いてください。